はい、こんにちは。札幌占い美容室早任せの後藤です。美容室に行くとき髪を洗っていった方がいいのか、美容室に行くとき髪にセット剤をついている状態で行っていいのかみたいな、その辺の話について暴露していきたいと思います。特にですね、お客様が結構気にするのが、私ちょっと髪今日汚いか、仕事帰りで髪の毛がちょっとあんまり綺麗じゃないから、この状態で美容室行っていいのかしらみたいな、美容師さん嫌がるんじゃないかなとか、前日頭洗ってなくて仕事帰りに美容室行くとなると結構の間洗ってないことになりますよね。美容師さんちょっと汚いと思うんじゃないかとか、洗ってから一回行った方がいいかなとかですね、まあでもそんな時間がなかったりなとかみたいな。ただですね、実は美容師さんそこまでお客様の髪の毛が汚れているのそんなに気にはしません。なぜかというと、いろんなお客様の頭触ってますから、消毒とかももう基本的に置いてますから、そんなに、気にはならないかなというふうに思います。ちなみに僕個人はあんまり気にしないですね、ぶっちゃけ言うと。まあ、よっぽど汚れてたらちょっと気になるかもしれないですけど、よっぽどベタベタでベタベタしてて、ですごいフケがたくさんついてるとか、でもよっぽどでないとあまり僕は気にならない、僕個人としては気にならないですし、周りの美容師さんとかもそんなに気にならないんじゃないかなって思いますけどね。ただその美容師さんのこだわりで、その一度濡らしてですね、やっぱレザーカットなんて乾いてたら切れないですから、一回濡らして切らないわけですよね。濡れてる状態でカットするのがその美容師さんのカット手法だったりとかですね、そういう方は一回洗うんでシャンプーすると思うんですけど、ドライカットの場合っていうのは、まあ、そのまま切りますから、まあちょっとね、汚れたとしてもですよ、そんなことよりですね、美容師さんって多分その汚れてる汚れてないっていう以前に、1日の予約が詰まっている中でどうこなしていこうっていうことが先行してるんですね、考えの中で。なんでその汚れてる髪とかっていうことを考える以前にですね、このお客様に何が似合うのかなとか、どうしたら喜んでもらえるのかなとか、次のお客様がの時間も考えて、このぐらいの時間で終わらせようかなっていう、その時間の配分を考えているので、髪が汚いとかって考えてるレベルじゃないんですよ、状況的に。実は介護の資格を持っておりまして、現場に、経験したことがあるんですけれども、最初の頃っておじいちゃんおばあちゃんのトイレとか、ちょっと認知症の方だったりとか結構対応するのがちょっと抵抗あったんですよ。匂いとかですね、そういうのも結構気になってたんですけど、やっぱりそのやってるとそんなこと言ってる場合じゃないんですよね。でもそんなことも気にならなくなるわけですよ。看護師さんとかも多分看護学校卒業して最初の頃は多分気になると思うんですけど、多分そのこなしてるうちにそんなこと気にならなくなると思うんですよね。でちょっと美容師さん同じか分かんないですけど、そんなような感じでいちいちお客さんの汚れてる髪気にならないんですよ。それよりもこの癖がどうなってるのかなとかですね、そういう部分がまず気になるのと、どうしようかなっていう部分ですね、癖をどうやって生かそうかなとか、どうやって癖を抑えようかなっていうことですよね。そういうことの方に、思考がいってるので、いちいちそれ気にならないんですね。なんでお客さんやっぱり結構ね、匂いとか、例えばですよ、頭皮の油とか気にしてるかもしれないですけど、美容師さんいちいちそんなこと気にしてないですから。まあウェットカットを僕はするときもあるんですけど、ほぼほぼしなくて、昔やってたんですけど今やってなくて、なぜかっていうと濡れてる状態と乾いてる状態でお客さんの髪の癖が変わるんですよ。なので濡れてる状態ってあんま信じてなくて、でさらに美容師さんが乾かすのと、でウェットカットした後に乾かしてドライカットしますよね。その前のドライって美容師さんが乾かすのとお客さんが乾かしてるのって全然違うんですよ、実際に仕上がった時に。なのでやっぱりなるべくお客様が普段やっているドライの状態だったり、例えばお仕事の帰りでもいいですよね。お仕事の帰りはこうなってるんだなっていうのが見れた方が、僕はですよ、ドライカット派としては普段の扱いが簡単な状態を作れるんじゃないかなと思います。あとウェットカットの場合ってどうしても最初にシャンプーしてアフターでシャンプーしないので、ドライカットの時にお流ししないじゃないですか。なので結構後で毛出てくるんですよね。はい。なので、僕は結構ドライカットして後でシャンプーするようなスタイルにしています。はい。なるべく癖を見たいので。まあなんでお客さんはまあ髪汚れてようがどうであろうとあまり気にならなくてですね。まあ場合によっては消毒すればいいし。なんであまりその辺気にしないでお客さんは美容室通われてもいいんじゃないかなっていう僕は思ってます。皆さんの通われてる美容師さん
はその汚れてる髪とかね、よっぽど神経質な美容師さんとかだと、あの潔癖症な美容師さん、でも潔癖症な時点で美容師やってないんですよね多分。潔癖症な人は美容師になれないと思うんで、そんな頭の油気にしてたりとか、そういう人はあんまり美容師やってないと思うんですよね。そもそもできない、触れないと思うんですよ。なので基本的に美容師さんやられてる人ってあんまり気にしないと思います。一番理想を言いますと、やはりあのシャンプーしてあまり接頭剤をつけずに来店されるのが一番理想だと思います。なるべく自分のね、普段乾かしてる感じで乾かしていただいて、ちょっとだけセット剤つけるぐらいの感じが一番やりやすいかなと思います。あとで巻き髪していく方とか全然ありだと思いますよ。あの普段の巻いてるの 見れたらいいですし、僕は全然いいかなと思います。はい、その状態でカットもしますし、うん、あ、こういう感じに巻いてるんだな、じゃあこの感じで巻いてるんであれば、あ、この辺のカットラインにすればいいかなとかっていうのも分かりますしね。はい、巻き髪してるのも全然いいと思います。はい、普段からアイロンでセットしてる人はそのままアイロンでセットして来てくれれば全然いいかなと思います。だって普段がそれなんですから、ね、ただあんまりセット剤ついてるとちょっと切りにくかったりすることもあるので、そこはちょっとね、まあ、できれば少ない方がいいかなと、セット剤の方がいいかなと思います。今回の内容は一部の美容師さんの考えであって、都市伝説の内容になりますので、あまり信用しないでください。はい、信じるか信じないかはあなた次第です。よろしければチャンネル登録していただきますと限定の動画を見れるかもしれません。はい、なのでよろしければチャンネル登録お願いいたします。はい、今回もご視聴ありがとうございました。